こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなーなんて思ったんですが、幸せになる方程式っていうようなね、そんなものをね、ちょっとね、知ったのでね、ちょっとね、その話をしようかなーなんて思います。自分はね、幸せになるために生まれてきたっていうことに気づきまして、じゃあどうやったらね、幸せになれるかっていうようなことをね、結構ね、今ね、いろいろね、いろんな人のコラム見たり、動画を見たり、そんなことをしてね、どうやったら幸せになれるかって言って、それでね、自分でね、いろいろ、実践してみたりとか、そんなことをね、しております。それでね、その中で、今日ね、またね、毎朝参加している千葉修二さんのね、教文感覚するチャンネルのライブでね、千葉先生がね、本当に、こういう公式なんだっていうようなね、そんなことをね、話をしていたのでね、ちょっとその話をするんですが、幸せの方程式、なんだと思いますかね。そのね、先にね、答え言ってしまうと、感謝かける欲イコール幸せっていうことでね、幸せっていうのはね、感謝かける欲っていうことでね、なんかね、よくね、別の方とかね、いう話ですと、感謝、欲割る感謝、感謝割る欲分の感謝みたいなね、そんな風にね、言う人もいるんですけど、欲がね、小さければどんどんね、感謝が大きくなっていく。分母がね、小さければ、感謝がね、大きくなれば幸せになるって、それではね、じゃないっていうことで、幸せっていうのはね、もう無限大にありますんで、割ってしまってたら、なんかね、こう、減ってしまうみたいな、そんな感じなんで、やっぱりかけるですよね。感謝かける欲。欲のね、大きさがね、それで、あと感謝の大きさが幸せにつながるっていうことですけど、やっぱりね、欲がないとね、いろいろね、行動もできないですし、なんかね、ちっちゃいね、欲しかないようですと、なんかね、幸せ、それでね、こう幸せならいいかもしれないんですけど、やっぱりね、もっと幸せになるためにはね、やっぱり大きなね、欲みたいな、そんなのをね、斎藤ひとりさんもね、正当な欲ってね、よく言うように、欲がないとね、なかなか行動とかね、できないっていうことで、感謝にね、欲をかけて、それでね、大きな幸せになるっていうような、そんなことです。それでもう一つね、公式がね、ありましてね、未来のね、公式。いい未来にするためには、どんな公式があるかっていうと、心かける行動イコール未来っていうことでね、心がね、どんなにね、心っていうのがね、例えばですけど、心配事があったり、なんかね、マイナスな心、ネガティブなね、心があると、どんなにね、行動しても、マイナスになってしまう。未来はね、マイナス泥沼化してしまうっていうことで、やっぱりね、プラスのね、エネルギーの心を持ちながら行動するっていうことがね、いい未来にね、つながるっていう、そんなね、公式がありまして、心かける行動イコール、いい未来みたいなね、いい未来っていうかね、プラスの心を持ちながら行動しなければいい未来はね来ないよっていうようなね、そんな公式もね教えていただいたんですが、本当にねネガティブな、自分はね昔ね本当に心がねネガティブで、どんなにね行動してもね裏目に出てね、なんかね本当にねマイナスなねことばかり起きていた、マイナスなね心だったんで、結局ねどんなに行動してもいい未来ではなかった。だけど今ね、心がね、だいぶね、プラスネガティブからポジティブに変わって、それでね、結構ね、こうやって YouTube やって行動してるんで、未来がね、どんどん変わっているっていうようなね、そんなね、実感もね、すごくありますんで、やっぱりね、どんなにね、行動してもネガティブなね、マイナスなね、心だと、やっぱりね、未来っていうのはね、良くならないっていうので、プラスなね、心で行動して、それで未来はね、変わっていくっていうようなね、そんな公式があります。今日はね、2つの公式、感謝かける欲イコール幸せ。あとね、プラスの心かける行動イコール、いい未来っていうかね、その心がね、マイナスな心だと、未来もね悪くなってしまうっていうことです。プラスの心を持つっていうことですよね。そんなね公式をね2つね紹介しました。はい、どうでしょうかね皆さん。未来ねやっぱりね、幸せな未来をねするにはこの公式すごいね大事で、まあ、心にね留めておければいいななんて、そんな風にね思ったのでね、ちょっとね紹介しました。はい、ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。